皆さんこんにちは。183cm の高身長にモデル並みのスラッとしたスタイル、さらに爽やかな容姿でザ・塩顔イケメンな俳優の坂口健太郎さん。現在はドラマや映画などで数々の話題作に出演し、主演も演じることも多い超人気俳優さんです。最近だと NHK の朝ドラおかえりモネでヒロインのお相手の石役として出演していましたね。朝ドラにふさわしい爽やかさを持った坂口さんに惹かれてドラマにハマった人も多いのではないでしょうか。そんな坂口さんですが、引退説がささやかれているのです。今回は坂口健太郎さんの経歴、引退の噂の真相、さらに現在の恋愛情報についてご紹介します。坂口健太郎さんは学生時代にバレーボール部に所属していました。中学校は明星中学、高校は明星高校に進学しています。バレーボール部に入部したきっかけは、その長身を生かしたかったからなのかと思いきや、担任の先生に熱烈な勧誘をされたからなのだそうです。明星中学のバレーボール部は練習が厳しくて有名だったそうで、坂口健太郎さんもかなりきつい練習を毎日行っていたそうです。その結果、バレーボールの大会でベストパフォーマンス賞を受賞しています。中学でのバレーボールの練習がきつすぎて高校は違う部活を考えていたそうです。本当はその時演劇部が気になっていたのですが、結局周りに流されて中学と同じバレーボール部に入部となりました。演劇部に入部できなかったのは残念ですが、演技はこの頃から興味があったみたいですね。中学高校とキャプテンを任されていたくらい周りからの人望があったのですが、天然な性格もその頃から見られていたようです。遠征でバレーボールを忘れて顧問の先生に怒られたなど、クスッとしてしまう天然エピソードが多くあると話しています。坂口健太郎さんの趣味は読書で、中学生の頃から司馬遼太郎、北方謙三の小説を読んでいたそうです。どちらも歴史小説家として有名ですから、学生の頃から歴史好きだったことがわかります。ちなみに今でも読書好きで、 YouTube の動画ではアンソロジーシリーズファルコ出版がおすすめだと話しています。そんな坂口さん、2010年に第25回メンズノンのモデルオーディションに合格しました。このオーディションには自分で応募したそうです。その後はモデルを中心に活動を続けていきます。2014年、映画シャンティーデイズ365日幸せな呼吸で俳優デビューを果たします。この頃にメンズノンノ6月号で単独表紙を飾ります。この専属モデルの単独表紙自体が20年ぶりだということでも話題になりました。そんな中、2015年テレビドラマコウノドリの出演が坂口健太郎さんの俳優としての知名度を上げる大きなきっかけとなります。第1シリーズ第2シリーズと続いていく人気ドラマであり、坂口健太郎さんにとってはテレビドラマ初出演となる作品です。2017年にコウノドリ第2シリーズが放送決定となった時に、坂口健太郎さんはこんなに反響のあった作品は今までなかったので、続編が決まった時は素直に嬉しかったとインタビューで話しています。坂口健太郎さんにとって転機となった作品と言えるでしょう。そして同じ年の2017年、映画64前編後編で第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、さらには第41回エランドール賞新人賞も同じ年に受賞します。2017年はテレビドラマ東京タラレバ娘など話題になったドラマにたくさん出演した年でもあります。俳優として大躍進の年になったことは間違いありません。そしてモデルとしてもメンズノンノ2、3月号で2号連続で表紙を飾ります。メンズノンノではモデル史上初めての連続表紙となったので、当時の坂口健太郎さんの人気ぶりがうかがえます。そんな大躍進の2017年、メンズノンノ7月号で専属モデルは卒業しています。メンズノンノは阿部寛さん、竹野内豊さんなど実力派俳優が多く卒業しています。
彼らのようになるため、本格的に俳優業に集中したかったのではないかと思います。2018年、シグナル長期未解決事件捜査班でテレビドラマ初主演を務めました。この作品は映画化も果たしていて、坂口健太郎さんの代表作とも言えます。その後も映画ドラマの主演が続き、2021年の朝ドラおかえりモネの演技も話題になり、今では存在感のある役者となっています。2022年の大河ドラマ鎌倉殿の13人で大河ドラマ初出演となり、自分の中ですごく格のあるドラマと意気込み十分なようでした。この先の活躍が約束された俳優と言えるでしょう。坂口健太郎さんで調べていると出てくる引退や脳梗塞、難病のワード、実際この辺の噂がどこから出ているかといえば、一つは坂口健太郎さんではなく坂口健二さんと間違えて検索している人が多いことから来ているものと思われます。坂口健二さんは難病の特発性大腿骨頭壊死症で芸能界を引退、現在はコーヒー焙煎師として活動されている方です。ドラマ「遺留」「チームメディカルドラゴン」などもヒットした人気俳優の突然の引退だったので、記憶にある方も多いと思います。この同じ坂口姓で「健」というところまでが同じというだけでミスリーディングされて、Google が間違えて記憶してしまっているということではないでしょうか。また脳梗塞については坂口健太郎さんのお父さんが65歳の若さで急死されていて、その死因が脳梗塞ではとささやかれていること、これが検索ワードに出てくる要因ではないでしょうか。特に病気で苦しんでいたというような兆候もなく、突然亡くなったと坂口健太郎さんが2021年3月18日テレビ朝日放送の徹子の部屋で告白したことで、突然死であれば脳梗塞や心臓発作などだろうという勝手な憶測で書かれている記事なども多いので、その辺が原因ではないでしょうか。なので引退や脳梗塞などのワードは坂口健太郎さん本人のものではなく、周囲の人や勘違いで検索されている結果から来ているものと思われます。最後に恋愛についてですが、現在坂口健太郎さんに熱愛報道はないので彼女はいないようです。過去には高畑充希さんと2016年から4年交際していましたが、2020年の秋頃に破局したと2021年1月に報道されました。長い交際なので結婚するのではないかと言われていましたが、お互いにお仕事で忙しく、また将来に対する考え方にすれ違いが出てきたため別れてしまったようです。過去の熱愛報道は女優の春さんともありましたが、こちらも破局しています。エランドール賞の授賞式の時は高畑充希さん、春さんと両者が同席していて、ピリついた空気が流れたとも言われていますが、実際どうだったのでしょうか。この時噂になっていたのは高畑さんの方ですが、会見で交際についてはノーコメントだったようです。女優の菊池亜希子さん、綾瀬はるかさん、清原果耶さん、歌手の美輪さんとも噂になりましたが、熱愛報道はないので実際のところは分かりません。今のところ清原果耶さんが一番交際する可能性が高いのではと言われているそうです。朝ドラでの共演で仲が良い関係になっていて注目を集めています。今後もしかしたら熱愛報道があるかもしれませんね。共演者キラーと言われている坂口さん、現在出演している大河ドラマは大物女優もわんさか出ているので、いつ誰と熱愛発覚になってもおかしくないような気もします。永野芽郁さんとも映画仮面病棟での共演後一部で噂になったようですが、スクープなどはありません。メイキング映像のビンタのシーンで永野さんが坂口さんを気遣うところに、ある種のファンの嫉妬で噂を流す人がいたのかもしれません。永野さんはドラマ映画の出演が多く、出るたびに共演者と噂になる女優さんです。いつも笑顔で雰囲気のいい女優さんなので、坂口さんもいいなぁという気持ちぐらいはあったのではないでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。